ヒッポメニエスの投げる黄金のリンゴを拾うアタランテグイドレーニの絵画、アタランテとヒッポメネス。マドリッド、プラド美術館所蔵。アタランテは、ギリシア神話に登場する、女性英雄で、優れた女カリュドである。長母院を省略したアタランテとも表記される。アルゴナウ隊の一人。父はオウムネアルカディアを、イーアソスとされるが、アイレアーノス、ギリシア祈団集は、 イーアシオオン、ビブリオ帝系に引く兵士オドスの説では、スコイネウスとされる。母はクルメネー。イーアソスは、男子を欲していたために、アタランテイは、生まれると山に捨てられた。カルードの一団が見出して養育するまで、アタランテイはメスグマに父を与えられていたという。このメスグマはアルテミスが送ったものである。このような戦きから、アタランテイはアルテミスに習い。 成長しても結婚せずに処女を守り、武器を携えて、狩りに明け暮れた。アタランテイはイヤーソーに率いるアルゴナウ隊に参加し、帰還後、ペリアースの総霊競技では、アキレウスの父親、ペーレウスとレスリングして勝ったとも言う。カルドーンのイノシシ狩りにも参加し、メレアグロスによって一番の手柄とされた。アタランテイの名声が高くなったため、求婚者たちが押し寄せた。 そこでアタランテイは、結婚の条件として、求婚者が彼女自身との競争に勝つこととし、競争に負けた者は殺されるとした。ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス、ギリシャ神話集によれば、まず男を先にスタートさせ、武装したアタランテイが追い抜いた時点で、男は射殺されたという。アタランテイは生きている人間のうちで最も足が速かったため、多くの若者が命を落とした。 変身物語の語るところによれば、アムピダマースの子で求婚者の一人ヒッポメネースは、アプロディーテーに祈りを捧げて、主語を求めた。アプロディーテーはこれに応じて、ヒッポメネースに3個の黄門のリンゴを送った。競争の時、アタランテーが瞬足を飛ばして、追い抜こうとするたびに、ヒッポメネースは、後ろにリンゴを投げた。アタランテイがこれに気を取られ、リンゴを拾っている間に、 ヒッポメネースが先にゴールした。結婚した二人のその後はほとんど語られないが、変身物語では、二人がキュベレーの神域で、性行為を行ったため、起こったキュベレーにより、ライオンに姿を変えられたとする。また、テーバイゼメの七章の中には、アタランテイの子であるというパルテノパイオスなる男が登場する。父親は、メレアグロスとも、アレースとも言われ、一致しない。 アタランテが、いかなる経緯でこう設けたかについても語られない。ありがとうございます。